芸人と僕を使ってくださいお願いしますっていうプラカード出してましたから本当ですか。はい、まあ、一応ちょっと首になんかちょっと爆弾というか抱えちゃってるので、はい、あじゃ あ, あのミットとか、はい、そっち系ですね。そう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 、うまいっすね。いやもうジジイですからね本当に。そうっすよね。そうっすよ、ね。何なんですか。いやいやいや、ちょいちょい愛の手、愛の手だけバカですよ、ね。あとは全部素晴らしい。で今回、はい、タクさんがちょっと企画を持ってきてもらったらしいので、はい、はい、そうですね。ちょっとね企画を持ってきておりまして、これでわかるじゃない。これを見てわかります。ちょっとね、ちょっと引き出とんのよ。ちょっとね、実は今回。こいつを使ってですね、はい、気配切りを、はい、ちょっとやっていきたいなと。はい、だからやっぱもうね、井口さんもう達人じゃないですか。達人なんですかね。まあ一つの、はい、もう洗練された競技の中ではそうですけど、そうですね、はい、別にこういうところでは別にそういうわけでもないですか。まあ自分もアマチュアですからね。まあなるほど、はい、ちょっと僕がこれのプロなんですよ。え、そうなんですか。そうです。めちゃめちゃ嘘って顔してで、ちょっと今回、はい、コラボという僕もわけわかんねえ帽子ずっとかぶってなんでこいつわけわかんねえ帽子かぶって出てんだって、まあ、僕らのやってる釣り好き警察っていうチャンネルなんですけど、はい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 、それのちょっとコラボということで、はいはい、我々のチーム対古市さんのこのチームで、はい、ちょっとやろうじゃないかと。はいはいはい、やっぱこういうのチームが一番盛り上がりますし、はいはいはい、なんか勝った方にその賞金とか、はい、そういうのはあるんですかね。なんでしょう、何らかの社会的な制裁があるなんすかそれ、なんすかそれ。さあそれでは、はい、じゃまずは私どもの番組のチームをちょっと読み込みたいと思います、はい、こちらの方々です。お願いします。あーすいません、はい、すいません、はい、すごいですね。すみません、本当もうなんか自己紹介とか、はい、自己紹介してもらいましょう。はい、釣り好き警察から来ましたチャイヨシこと吉野志保美です。お願いします。あ、釣り好き警察24時のエディアジキです。よろしくお願いします。どうでしょう、もちろんどうでしょう。いやー、やっぱ違いますね。大物芸人さん。これじゃないでしょ、今のこれじゃないでしょ。ねえ、この二人をいじるところなんだ。大物芸人さんが連れてきた、はい、だからその前の大物にかかっちゃうダメなんですよ。いやいや、ダメなんですか。なんなの、この出る言葉、出る言葉ずっと半笑いでバカにしてるんですよ。いやいやいや、全然してないです。お願いしますよ。はい、この二人が、はい、我々のチームということで、はい、はい、お願いします。はい、じゃあ自分のチームをやりたいと思います。はい、来てください。はい、スーパーゲストが、おお、はい、素晴らしい。もう明らか強そうじゃない。いや全然違うの。じゃあもう自己紹介からお願いします。山口教授のマネージャーの高取です。よろしくお願いします。そしてもう一人チームメイトの、はい、はい、MMA ファイターの国志雄です。おお、もう自分のチームが勝ったかなっていう、うん、いやそれは分かりませんよ。分かんないですか。気配切りに関してはもうお二人ともやったことないですもんね。いや、ないですね。ないですよね。ないですよね。もうそれも申し訳ないです。タクシーさん本当もうパチッ。タクさんはプロ、プロっていうか僕はもうプロです。プロですか。こちらは私も免許持ってます。免許持ってます。免許、はい、免許、免許プロビーなんで、ね、プロビーです。はい、はい、創設者ですか。、違うな。いやでもこっちもね、はい、MMA のプロの方と、はい、やっぱあの身長は誰よりも高い。そうですね、リーチの分そう、リーチの分違うもん、ね、ただあの甘いマスクがぐっちゃぐちゃになりますから、ね。はい、終わった後歯抜けて言えてない。よし、負けませんからね。はい、はい、話すじゃないよ。腰の
最初の対決になりますけども、最初どうですか、意気込みを。いやもう、気配切り、絶対勝ちます。小学生みたいな。まあ、うちの大将最強なんで、あのまあ、僕も最強じゃなきゃいけないと思ってるんで。おー、赤取りまあ、素人なんで、まあ、ちょっと叩きつけもします。はい、行きます。はい、行きます。5回転ですね。はい、2、3、4、5、何回回したのか忘れてるけど。行きます。よーい、スタート。3回縦だったらもう終了ですから。よっしゃ、頑張れ。いや、高取れ。あれ、1回ですよ。それ1回。あと2発、あと2発、あと2発よ。うわあと1発だし、あと1発だし、あと1発だし。意気込みをお願いします。はい、もうたくさんの大物芸人の顔がたくやめろっつったの。はい、大物中の小物だよ。ここは絶対負けません。よし、やべ、楽しみですね。一番いいコメント。どんな時でも楽しむ。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあやってもらって。さあ、じゃあ何でもいいでしょ。はい、じゃあもうくるくる回して、じゃあくるくる回してください。はい、行きましょう。はい、1、2、3、4、5。じゃあいいですね。さあ、じゃあ行きます。よーい、スタート。いけ、チャンシー。もうそっちはもうどこだかっていうの分かってんのね。多分声出さないもんな。そうですね、声出しちゃうとバレちゃいますけどね。さあ、おー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 、難しいです。そうですね。正直言います、こんなもん何度もやるこっちゃない。初めてでいいと思います。次勝ったら3勝でいいですか。いや、今までやってたやつでしょ。何なんですか、意味ないでしょ。え、今までやってたやつが。じゃあどうしましょうか。なんかこれゲーム成立しないです。そうです。だから我々の勝ちで、勝ちでいいですか。いやいや、それだと面白くないじゃないですか。マジっすか。まあ結局、はい、皆さんみたいなこの対照戦なんですよ。はい、はい、なるほど。なんかそれなりのなんか謝罪はしておきます。それで謝罪にして2人で、はいはい、はいはい、もうイーブンから始めたいですね。はいはい、もうだってもうさっきから俺が気に障るようなことずっと。本当そこら辺は謝罪していただきたいです。どうしましょうか。じゃあ堀口さん。そうですね。はい。そうだな。ちょっと小物小物と言って。すいません。そういう本音出たぞ。おい、本音が出たぞ。小物小物なんて言ってないぞ。すいません、あの大物大物言ったりって。そうですよね。今のは完全に心の内が出ました。よくないですよ、本当に。
ほんでその時本当のことを言った時みんながピリってなるのやめてください。別に怒りませんし。なんだよ、みんなが思ってることになっちゃって。はい、そうですね。何なんだこの人本当に。でまあじゃあいいですよ、はい、今もう謝ったんで、はい、やってやりますよ。じゃあこの大将戦で決着がつくって形でいいですね、はい、そうですね、はい、いいですよ。ありがとうございます。感じ悪いんだよ、ね、さっきから。いやそんなことないですよ、心がこもってないんだよ。心もすごいこもる。ダメですから、はい。じゃあ意気込みお願いします。はい、マジでぶっ倒してやりますよ。もうボッコボコにしますからね。多分なんか何らかの骨が一本なくなるぐらいやってますからね。そうですね、先に2勝されてしまったので、謝りましたけど、まあ、ここで挽回してちょっと上から物を言ってやろうかなと思ってます。おい本当の気持ちが出た。本当の気持ちが出たな。はい、はい、よくない。いや、さっき1回でいいってなったけどね。さっき、はい、うわー、マジでぐるんぐるんに回るな。はい、はい、じゃあリングに1回出ていただいて、でいきます。よーい、スタート。緊迫感。やばい。よっしゃ、頑張れ。はい、一回。たくさん、頑張れ。たくさん、左。左、左。たくさん、頑張れ。左、左。真の像をパンチだな。大丈夫ですか？すげえ。ちょっとじゃあもうちょっと一、はい、回取ってもらって。はい。すいません、思いっきりこうパンってやる。はい。なんで思いっきりやってんだよ。打ってなったわ。こっちからだとどうなったかが分かんない。あの切られたのは確かだと思うんですけど。俺はもうここにですね、何らかの壺のようなものをダーンと。みこしかな、みこしみたいなダーンと当てられましたね。なるほど、拳が入ったってことですね。拳が入りました、はい、自分はこうやってこうやった気なんですけど、はい、こっちが先に当たっちゃいましたよ。そうでしょ。あ、なるほど、はい、それその感触ありましたね。なんか肉をグニューってやった感触あったでしょ。なんかグニューってやった。もうやだよ。すんげえパワーだよ。どうします、たくさんの判断でいいですけど、はい、それは違うぞと思うんであればもう一試合しましょう。当たり前だろ。あんなもん俺をただ傷つけただけだよ。すいません、なんだろう、ハウってなったわ。ハウって。いや、ひでえよこれ。もうじゃあもう一回やりましょう、はい、じゃあまたつけていただいて、はい、じゃあもう一回。いや、マジか。はい、じゃあいきますよ、はい、よーい、スタート。今のは浅いっす、浅いっす。惜しいよ。チャンス。やばい、3発もやばい、やばい、やばい。じゃあここから無制限でいきます。よーい、スタート。
浅い。え、剣ないんじゃないですか。おお。おお。え、どうなったの？どうでしょう。いや、もうどっちが勝ったかもう分かってないですから。じゃあ、ちょっと結果発表いたします。ちょっとね。勝者は、堀口さんです。なんでだよ。完璧な面でした。完璧な面、はい、マジっすか。さっきまでの印象はなかったことになりますずるいだろずるいだろこれ悔しいですね、マジで始まった時も誰かの頭引っ張りましたよ、だってそれは、あの、カメラマンさん気配があると思うそれやばいっすねうっって言われて目の前でうっって言われて一応同じチームのカメラマンさんを叩いたってことです。あ、そうなんですね。はい、くそー。まあ、堀口さんの勝利で。くそー。ありがとうございました。なんだよ。はい、こいつ。こいつ。どうでした？このゲームは。最悪です。まあでも自称プロですから。はいはい、やっぱとんでもない音がするんですよ。ブーン。めっちゃ恐怖。何せ一番初めのドーンっつうのがあれは本当すいませんすごかった。やっぱり気配ちょっとチャンスと見るやいないやガーッと来るでしょ。まあそうですね本当に怖かったですあ、俺死ぬってこういうことなんだまあそうですね。やっぱ気配が感じられないんですよ。なんかやっぱ大物だからなんかなバカにするなそれとこれとは違うと勝つと負けがそうですか。もう小物だから気配感じないみたいな。そんなことないです。やっぱ大物だからすごいですよ。大物やめろっていやすいませんそうですね、まあ、すごい怖かったです。はい、ロイカムおーい、おーい、カモカモン、カモカモン。ちょっと本当悔しいんで、はい、まあ、実はチーム的にはまず勝ってたみたいなところあるんです。まあまあそうですね。でもう一本、はい、ちょっと企画を持ってきたんでそれやってもらっていいですか。はい、全然大丈夫です。ありがとうございます。なんだよこいつ全然何もやってこない。全然大丈夫です余裕を見せんじゃないよって言う時におい、はいじゃないんだよ自分がダイブから何らかの衝撃を受けても耐えたらこれが音が鳴らなかった方が勝ちっていう。リアクションをしなければ勝ちっていう。はい、